インフレターゲットとは、物価上昇率に対して、政府、中央銀行が一定の範囲の目標を定め、それに収まるように金融政策を行うこと。ほとんどの場合は、インフレ率が高くなりすぎることを防止し、目標値まで下げる、要誘導するが、その逆の場合もある。類似政策として、物価水準目標というのもある。こちらは、ある年の一般物価水準を基準として、 それに決められた上昇率分を加えたものをターゲットにするもので、物価水準が目標を未達成の場合は、未達成率決められた上昇率を合わせて、あくまで決められた物価指数まで上げることである。違いは過去の誤りを相殺するかしないかの違いとなる。インフレターゲットはもともと高いインフレ率に苦しむ国で採用された。インフレ率が低い時は通貨量を 意図的に増加させて緩やかなインフレーションを起こして経済の安定的成長を図る政策となる。マネーサプライと物価との関係が不安定となったことが導入の背景にある。経済学者のアービング・フィッシャーは世界恐慌時に貨幣供給を増やし物価水準を負債契約が結ばれた時点の水準にまで引き上げ、その水準を維持する必要があると主張した。歴史上、 最初のインフレ目標採用国はスウェーデンであり、中央銀行リクスバンクが1931年に通貨プログラムという名で物価水準目標を設定している。1930年代に物価水準目標を実施したスウェーデンを除くと、世界で最初にインフレ目標政策を採用したのはニュージーランドである。1990年のニュージーランドで導入されたのを 川切に、1990年代イギリススウェーデンカナダオーストラリア等でも実施され、続いて、ブラジルチリイスラエル、韓国、メキシコ南アフリカ、フィリピン対チェコハンガリーポーランドなど、2012年、現在は20カ国以上で導入されている。IMF の監視下に置かれた、韓国、タイ、インドネシアは、1998年から2000年にかけて、 インフレーションターゲティングを導入した。韓国は1998年にアジアで最初のインフレーションターゲティング採用国となった。中央銀行は金融調節をマネーサプライを中間目標として用いる方式から金利操作によりインフレ目標を達成する方式へと転換した。米国の中央銀行にあたる FRB は他の中央銀行とは異なりインフレ率以外にも 雇用に責任を負っており、いわゆるインフレターゲットは採用していなかったが、2006年にインフレターゲットの主相者であるベンバー南旗が FRB 議長に就任。近い将来導入されるのではないかと見られていたが、2012年1月25日に長期インフレ目標値を公表する方針を示し事実上のインフレターゲット導入に転じた。2012年時点で、 先進国においてインフレターゲットが採用されていないのは日本のみであったが2013年1月22日に日本銀行は中長期的な物価安定の目標を物価安定の目標に変更し物価上昇率を1%から2%に引き上げた健全なインフレ率は人類の経験則から2から3%と言われている 多くの中央銀行で物価目標を設定する試みが行われているが、設定するインフレ率や政策目標への拘束力などは様々である。日本銀行は物価目標を2%とした根拠について、消費者物価指数が実態より上振れしやすく、1%では実際には0%からデフレである可能性があるためと説明している。 世界の中央銀行の大半が2%、プラスマイナス1、あるいは1から3%という範囲でインフレ目標を設定し、中心値は2%である。物価指数には消費者物価指数、GDP デフレーターなどいくつかの種類があり、どの指標に従って上昇率を決めるかは国によって異なる。日本銀行は、コア c p i を 物価目標の指標として採用する一方で日本政府はエネルギー関連を除いたコアコア CPI で判断する方針を明らかにしているインフレターゲットを達成できなくても政府が中央銀行幹部を罷免できる法規定が存在する国はほとんどなく唯一ニュージーランドに数年間にわたって著しくインフレ目標を達成しない総裁について解任できる 法規定があるのみである。ただし、目標を不達成で総裁が罷免された例はない。インフレターゲットの目標物価上昇率の設定主体は政府、政府と中央銀行、中央銀行の3タイプが存在する。インフレ目標政策自体は新興国を含む多くの国で採用されているが、その運営方法は必ずしも一貫しておらず、多くは 本来のインフレ目標政策の意図から逸脱しているのが実情である。南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドは比較的忠実にインフレ目標政策を実施している。インフレ目標採用国は目標インフレ率を維持できると予想できる場合、資産価格や原油価格を考慮しないという方針を採用している。経済学者の高橋洋一は 黒田春彦日銀が採用しているインフレ目標には株式、地価などの資産市場の価格は含まれておらず一般の財、サービスで構成される消費者物価指数が目標対象である目先の市場の動きで金融政策が左右されたら実体経済に悪影響になると指摘している。ユーロ圏における中央銀行的役割を果たす欧州中央銀行では インフレターゲットとは呼ばれないものの、物価安定の数値的定義として2%のインフレ率が設定されている。スイス国立銀行も同様に物価安定の数値的定義である。中国はインフレ目標を設定しているが、金融政策を物価安定に振っているわけではなく、事実上、為替レートの水準維持に振っている。マクロ経済的な需要を安定的に推移させ、 金利による物価調整を機能させるためには1から3%程度の緩やかなインフレーション目標を具体的に宣言することが必要であると推進派の学者は主張しており、多くの国の中央銀行は物価目標を設定している。その結果アメリカ、日本、中国、インド、ロシア、ドイツ、フランス、中東諸国、アフリカ諸国、東南アジア諸国、 南米諸国を除く有力経済圏においては物価上昇率の制御及びデフレーションの防止に成功していると主張している。インフレターゲットの採用により資産価格の大幅な下落や民間投資の低迷、課題評価された為替レートといった問題は解消に向かうとされている。経済学者の岩田菊は市場参加者間で中央銀行は金融政策を 中期的に目標インフレ率を達成するようにコミットするという動学的性合成性に対する信頼が形成されれば中央銀行がインフレ予想を発表するだけで市場金利、株価、為替レートは適正な方向に反応すると指摘している。ベンバー難期はインフレターゲットは物価、雇用の安定の両方に貢献すると指摘している。経済学者の若田部翔とは インフレ目標とは政府、中央銀行それぞれが何をなすべきかについて確認し、中央銀行が実行すべき数値目標を定める契約であるイギリス、スウェーデンなどの国々のマクロ経済政策運営の成功の背景にはインフレ目標の採用という重要な事実があると述べている。エコノミストの村上直美は世界で物価目標制が導入されている理由は 中央銀行の独立性を高める有効な仕組みだからである。この仕組みがあれば中央銀行はインフレ率が高まりすぎる時に金融引き締めを行うことができると述べている。インフレ目標が財政規律の喪失や財政ファイナンスにつながるとの見解に対しては岩田菊夫は財政ファイナンスが起こらないようにするために考案されたのがインフレターゲットであると指摘している。 岩田はインフレ目標を導入している国発のバブル崩壊による金融危機は起きていない。バブル崩壊による金融危機が起きたのは導入していない日米だ。はっきりとした目標を持たなかった日本と米国でバブル経済の生成と崩壊が起きたと述べている。また岩田は名目成長率を上げるためにはインフレ目標政策が効果的である。物価目標の下限を1% 上限を3%としている国は経済成長が高いと指摘している。経済学者の伊藤元重は人々からデフレマインドを払拭することは難しく、これが日本でデフレが定着している最大の理由である。インフレターゲティングを導入することでデフレマインドが払拭できるのであれば、インフレターゲティングという政策はその本来の機能を果たしたことになると指摘している。 経済学者のジョセフ・イース・ティグリッツは各国中央銀行の硬直したインフレ目標が世界的な金融危機の一因になったとの見方を示し、中銀は低インフレに集中しすぎ金融安定と経済成長の確保を怠ったと指摘している。インフレ目標政策を採用した国は採用後、インフレ率が低下する一方で、 実質 GDP 成長率は上昇し、2008年の世界金融危機が起きるまで良好な成果を収めていた。岩田貴子はインフレ目標採用後の1993年から2008年までのイギリスは成長率は安定的に上昇し、インフレ率は低い水準で抑えられ、失業率は低下したと指摘している。また岩田は インフレ目標採用後のオーストラリアのマクロ経済、効果は良好であると指摘している。2008年のリーマンショック前、スウェーデン、スウェーデン、ニュージーランド、カナダでは、インフレ目標により、インフレ率はマイナスからプラスに復活した。戦後、日本はインフレに悩まされるが、世界経済においてもインフレ基調が続き、次第に、デフレの記憶は遠ざかっていた。 しかし1990年代に入りバブルが崩壊すると平成不況と呼ばれる深刻な不況となり、やがて日本は先進国では異例のデフレに突入した。しかし日銀をはじめとして政府も当初それほど深刻には考えておらずデフレーション克服に本腰を入れることはなかったため、デフレ不況は長期化し失われた10年と呼ばれる経済的不況と相まって、 不良債権処理をより混乱にした。2000年10月の日本銀行の報告書、物価の安定についての考え方では、物価の安定を数値で示すことは適切ではないとしていた。2002年12月17日の日本銀行の決定会合で、早見雄総裁は、物価目標について、経済を無謀な賭けにさらす。政策として適当でないと発言し、 物価目標の導入を否定した。2006年3月に日本銀行は中長期的な物価安定の理解を公表した。2006年版では物価の安定について消費者物価指数で変化率が0%の状態としており0から2%の範囲以内としていた。福井都志彦総裁は政策目標ではないと述べていた。2009年11月3日 日本銀行の白川正明総裁は講演でインフレ誘導政策を採用すれば様々な問題が起こる。中央銀行はそのような政策は決して行わないと述べている。2010年4月20日、衆院財務金融委員会で行われた日銀半期報告ではデフレ脱却に向けてインフレ目標政策について議論が展開された。2012年2月14日には 中長期的な物価安定の目途を公表、理解から目途に変更した。白川総裁は目標ではなく目途であるとして政策的な達成義務のある目標であることに否定的な見解を示していた。2012年11月12日、白川総裁は都内の公園でインフレ目標について物価も賃金も上がらない状況が長く続いた日本経済では 現実的でないと述べ、否定的な見解を示した。また、日本の消費者や企業では、物価は上がらないのが普通だという感覚が定着していると述べた。元日銀審議委員の中原信之は、日銀は、物価目標の責任は自分たちだけが負うのではないと、抵抗していた。日銀には、物価目標に対する全面的な責任があると述べている。岩田貴子は、 物価上昇率目標を中期的に達成することが日銀の義務と強調している。経済学者の伊藤隆敏氏はインフレターゲットのフレーム導入に政府、日銀が合意するのであれば手段は日銀に委ねられる。その代わり目標達成の責任も日銀に生じるということを承知したということになり、その点はしっかり認識しておくべきであると指摘している。 2013年1月22日、日本銀行金融政策決定会合において、物価安定目標を2%と定めたインフレターゲットの導入を決めた。また、物価目標達成のため、政府と日銀が一体となり取り組むことを共同声明として発表した。経済学者の岡田康氏は、2%程度のインフレを目標に経済を運営すべきだということは、 ほとんどの先進国で受け入れられている政策の枠組みとなっていると述べている。金融政策の透明性向上や予想インフレ率を安定化させることから、日本でも導入を求める声があった。アメリカの経済学者のポール・クルーグマニア、ベンバー・ナンキ、岩田・キクオ、竹中平蔵中原・信ブら日米の経済学者、経済論者たちは日銀、政府の姿勢を強く批判し、 リフレ政策によるデフレーション克服を唱えた。上記の経済学者の他にもリフレ派の経済論者で、ある、野口明、森永拓郎、原田康史、若田部翔と、勝間和代片岡武史、田中秀臣、浅田東一郎、飯田康之、高橋陽一、足立誠治、浜田光一から、インフレターゲットが提案されていたが、日銀や学者の中には、 反対論が多かった。毎日新聞、朝日新聞、週刊東洋経済は、反金融緩和派、反インフレターゲティング派の急戦法であった。ポール・クルーグマンは1998年の論文で、バブル崩壊以降、不況から抜け出せない日本が実行できる政策は、もはや、インフレターゲットしかないと、初めて指摘し、その後も著書で、 インフレターゲットの必要性を主張していた1990年代後半の日本における深刻なデフレーションに対し、借り手である企業の負担となるデッドデフレーションの解消を図る見地から、クルーグマンは中央銀行が長期的に通貨量を増加させることにより、名目金利から予想物価上昇率を差し引いた実質金利をマイナスにするという案を示した。 クルーグマンのインフレターゲット政策の革新は、市場参加者の期待形成に影響を与えるマイナスの実質利子率を達成することで経済の不安定を解消するということである。日銀は0から1%の物価上昇率の目途を設定していたが、インフレバイアスは統計の性格上、1%弱の情報バイアスがかかるとの研究報告があるまで考慮するならば、 ニュージーランド準備銀行が採用しているように1から3%の幅で目標インフレ率を設定するのが望ましいとの主張があった。これまでの実施国の多くがインフレ抑制の手段としてこれを用いていることからデフレーション克服に用いることに関して疑問視する意見が存在していた。早見優はインフレターゲットはインフレの国が採用しているのであり。 デフレの国が採用しているというのは聞いたことがないと指摘している。田中秀臣はインフレターゲットは実際にニュージーランドなどでデフレ脱却の成果を上げている。またデフレ予防のため各国はインフレターゲットに上限だけでなく下限の数値目標を入れており、高インフレ対策と同時にデフレ対策としても機能していると指摘している。経済学者の加藤博は 国民に将来不安があるのに、通貨増発による物価上昇を政府が示せば国民は消費するという考えは短絡的であると指摘している。インフレーションを実現する具体的な政策手段がないというものがある。しかし、中央銀行がどれだけ多額の債券等を買ってもインフレにならないというのは考えにくく、実際に有力経済圏の中央銀行では明示的に 物価目標を導入している。原田康氏は、どんなものでも供給を増やせば価格が下がり、減らせば上がる。通貨も同じである。歴史的でも、構造的でも何でもない。これは、ハリー・ g ジョンソン、ジェフリー・フランケルなどの経済学者が1970年代に厳密に示したことであると指摘している。岩田貴久は、銀行貸し出しが増えなければマネーは増えないという人は、 多いが銀行が証券を買えばマネーは増える。仮にどんなに長期国債の買いオペレーション額を増やしてもインフレが起きないのであれば、日本銀行がすべての長期国債をインフレを起こさずに買い切ってしまうことができることになる。マネーが溢れてもインフレが起こらない状況はあり得ないというのが経済学の常識であり、歴史が示していると指摘している。インフレ目標の設定に、 経済的な意味があるのかどうかという点については、ブロガーの池田忍からは疑問視されている。高橋洋一は、1から3%のインフレ目標政策は、名目金利のゼロ加減や名目賃金の下方向直性による、金利、賃金調整機能の不全を是正できるので、意味がある。マイルドデフレとマイルドインフレでは、成長率に差が出ると述べている。 白塚重則は物価を目標とした金融緩和がむしろ資産価格のインフレーションを伴う可能性があると指摘している。経済学者の伊藤治は国民の期待に働きかけることが大事なのは確かであるが物価は安定しているのにバブルが膨らんだ結果巨大な最悪になった事例がある。中央銀行は物価だけではなく資産価格の冒頭なども注視し、 総合的、予防的に政策を運営しなければならないのではないか、と指摘している。ジョセフ・イース・ティグリッツは、インフレターゲットが政策手段になると主張する方も一部にいらっしゃいます。インフレ期待を形成させることができるかどうか。私は、インフレ期待を形成することは、不可能であり、インフレにだけ焦点を当てるという政策は、間違っていると思います。と述べている。 私の意見では、金融政策はすべてのマクロ経済政策目的を達成するために行われるべきです。例えば、米国における政策目的は雇用、経済成長、物価安定です。金融政策の目標は、マクロ経済の安定化であり、完全雇用を実現すべきです。これを実現する政策手段が適正な政策手段であります。 このべきタイインフレを政策目標とすることを批判している。また、銀行のバランスシート上、マネーサプライト信用量が等しいという事実が、この分野における長年にわたる混乱の原因の一つです。回帰分析を行えば、この二つの数字は同じものになってしまうので、何が原動力になっているかを特定することは難しくなってしまいます。我々が主張している理論では、 信用供給に焦点を当てたわけです。例えば、ベースマネーが増加したとしても、信用供給に直接反映されないわけです。この点こそ日本が抱えている問題の一つなのかもしれません。通貨当局は、ベースマネーをコントロールしていますが、直接的には信用供給をコントロールしていません。最終的にはこの二つは同じかもしれませんが、 何をコントロールしているかという点が重要だと思います。と述べ、ベースマネーと信用供給を等しく見ることに対して問題を提している。また、インフレターゲット論は少なくとも、マネタリズムより害は少ない。日本の場合のインフレターゲット論の問題点は、それが短期的に間違った変数に注目することであり、コミットメントが信用できるものだとすれば、 金融当局は間違った戦略を長期にわたって推進することになる。金融政策は今現在の実質金利よりも信用供給の拡大に注目した方が正しく推測できると指摘している。つまり、金融政策による期待インフレではなく、信用供給によるインフレターゲットを主張している。また、日本銀行の使命としての物価の安定を図ることを通じて、 国民経済の健全な発展に資することに反しているのではないかとの論がある。若田部省とは物価が継続的に下落するデフレーションを放置することは望ましくないと述べている。経済学者のベネット・マッカラムは2003年に発表した日本の金融政策に関する論文の中で日本銀行が2%のインフレ目標政策を導入し量的緩和政策を実施すれば 貿易収支は一時的に悪化し、貿易赤字になると指摘している。中野強氏は、中央銀行がインフレ目標を宣言し金融緩和しただけで、人々がインフレ予想を抱くとは限らない。金融緩和によるマネーが必ずしも国内の投資、消費に向かうとは限らない。金融政策だけで需要不足を解消し、物価が上昇し始めるという実効性を上げることは、 できないと指摘している。また中野は、岩田菊夫は、インフレターゲット政策を正当化する理論的背景として、トーマス・サージェントの経済理論を挙げている。しかし、サージェントの理論は、インフレ対策に関するものであり、彼が歴史的実例として取り上げているのは、インフレ退治の事例である。岩田は、サージェントの理論が、デフレ対策にも応用できるとしているが、 それが可能かどうかは疑問であると指摘している。中野はデフレ脱却は金融政策だけではなくあらゆる手段を総動員してレジームチェンジしなければ成し遂げられない。日銀だけがインフレターゲット政策を導入して金融緩和を行っても焼け石に水で終わると指摘している。岩石理論。岩石理論とは斜面で止まっていた岩石を押して転がすと加速して 止められなくなり、すごい速さで転がり、斜面の下の住民を押し潰してしまうというものであり、デフレからハイパーインフレへ瞬間的に変化するという理論である。日本でインフレ目標を含む大規模な金融緩和政策を取った場合、ハイパーインフレが起こるという反論とは逆に、日本銀行は果敢に金融緩和を行ったが、デフレの鎮圧に効果はなかったので、 これ以上の緩和を行っても意味がないという反論を寄せる指揮者もいる。インフレターゲットがハイパーインフレを生むという懸念について、ポール・クルーグマンは価格の安定とハイパーインフレとの二者択一しか頭にない人が多い。私の主張する緩やかなインフレとジンバブへのハイパーインフレでは全く違う。しかし多くの人々はその区別がつかない。 実際に経験したわけでもないのに、ちょっとインフレになれば、彼らはもう滑りやすい坂道を転げ落ちして収集がつかないことになると思ってしまうわけである。実際にはそうはならないのに、人々は極端に悪いイメージを飛躍的に抱くと指摘している。原田康氏は、金融緩和を続けていれば、インフレになり、ジンバブエのようなハイパーインフレになってしまうという批判がある。だから、 途中でやめなければならない。インフレターゲット政策とは、金融緩和を途中でやめるための政策であると指摘している。高橋陽一は、インフレ目標は、先進国で採用されているが、ハイパーインフレになった国はないと指摘している。岩田菊を片岡武氏も同様の主張をしている。設定数値について、インフレターゲットを採用すると、ハイパーインフレに発展する。 危険性があるとの指摘があるが、その危険性はインフレターゲットに上限を設定することによって回避できる。森永拓郎は範囲の上限を超えれば逆に金利の引き上げ、資金供給の引き締めで物価上昇率を下げるように誘導する。そのための目標権の設定であると指摘している。森永は高めに出る消費者物価指数をインフレターゲットする場合、 ゼロを目標にはできない。消費者物価指数の上昇率がゼロの場合、実際の物価上昇率はマイナスとなる。1から3%の物価上昇率を目指せば、実際には物価は変わらないあるいは少しの上昇になると指摘している。岩田菊男はセン1%上限3%程度のインフレターゲットの設定を提案していた。また岩田は具体的なインフレ目標として、 消費者物価指数の前年比上昇率が何年後に何と期限を切って設定する必要があるとしている。エコノミストの山崎元は長年にわたって日本の物価上昇率は低くバブル期でも1%程度だったので2%以上の物価目標は現実性が乏しいとの意見もあるがだからこそデフレ癖が治りマイルドなインフレが状態になるまで 金融緩和を続ける必要がある。金融緩和と財政赤字の拡大でインフレ率が上昇し始めると直ちにハイパーインフレにつながるかのような不安ないし脅しの議論があるが、これは根拠が乏しい議論であると指摘している。原田康氏は2%インフレ目標とは2%を超えたら金融を引き締めるとあらかじめ決めているので、決して ハイパーインフレなどにはなり得ない失業率が十分に低下したら物価目標に必ずしも関わらなくても良いと指摘している。原田は大事なのは景気が良くなることで2%というのはそのくらいの方が雇用が良くなるという経験則があるからであると指摘している。竹中平蔵は3%もの物価目標を掲げると長期金利が上昇しかねないとの批判に対し 効果がない。長期金利や物価が急騰しかねないという二つの矛盾した批判があるが、批判者は対案を出すべきである。効果がない可能性も、極めて大きな効果がある可能性もある。慎重に実行できる人を中央銀行総裁に選べばよいと指摘している。浜田孝一は、経済が回復してくれれば1、1%に越したことはない、インフレ目標の達成よりも、 雇用や生産など実体経済の回復が重要であると指摘している。または、浜田は2%までなら何の問題もないが、4から5%になればインフレ課税となる。インフレは行き過ぎないように止めることは重要であると指摘している。ジョセフ・イース・ティグリッツは、インフレ目標政策について、目標インフレ率が低い場合、失業を解決できない場合があると述べている。 日本で議論されているインフレ目標は最低限のインフレ率を実現させるものであるが3%程度のインフレ率を目標にするのが良いと指摘している政府も適切な景気刺激策に取り組むなど政府、日銀がそれぞれの役割を果たせば達成は可能だと思うと述べている2010年2月 IMF のリポートは4%の目標が適切であるとした 経済協力開発機構は2%の物価上昇目標の実現にはさらに大胆な量的緩和策が必要だと指摘し、社債や長期国債を含めた日銀による資産購入の拡大が望ましいとの見方を示している。経済学者の池尾和人は物価目標2%はコストプッシュ的な形で上がっても生活は良くならないと指摘している。 インフレターゲット論の主張する重要な金融政策の一つは国債、市中債券、株式等の引き受けであり、特に公正性の観点から日銀の国債引き受けが有効であるとの主張がなされた。国債の日銀直接引き受けは財政法第5条で原則禁止されている一方1年未満の短期的な政府短期証券の引き受けは道場の適用外として返されており、 日本銀行法第34条第4号で1年未満の政府短期証券の引き受けをできるとされている。1年未満の政府短期証券の引き受けは1945年から1998年度までは継続的に実施されていた。これを長期国債まで適用を拡大させ、財政出動や大幅減税を実施する一方で、その財源としての国債を日銀に引き受けさせることで、 実質的に通貨供給を増やすというものである。1990年代から2000年代の日本のケースでは直接これらの政策が採用されることなく量的緩和政策及び2003年1月から2004年3月に行われた円安維持のための大幅な非膚払加介入により外国為替市場を経由してベースマネーが増加したため二千四年代三。 四半期までの内閣府発表の GDP デフレータは、マイナスながら絶対値の少ない方向に変化したが、その後2005年代三四半期までは再度マイナスの値が増加する方向に転じたものの2007年代三四半期までは再度マイナスの絶対値が少なくなる方向となり、第14循環元気の拡大期間は2002年2月から2007年10月の69ヶ月となった。 岩田菊夫はインフレターゲットは財政ファイナンスを避けるための一つの仕組みだ。そもそもインフレターゲットというのがどうしてできたかというと、中央銀行がまだ独立していなかった時に政府に無理やり国債を買わされていたためである。これでは中央銀行が財政ファイナンスをしていることになり、どんどんお金が出ていった結果、1980年代の欧米では2桁台のインフレになった。 これでは困るので、中央銀行は政府と目標は設定するが、達成するための手段は中央銀行が政府の介入を避けて自分で決定することにした。目標を達成するような東西預金の増額やベースマネーを増やすために長期国債を買うという判断は日銀自身がする。政府がそれ以上要求しても目標を達成すればそれ以上は、 長期国債を買わないというのがインフレターゲットの役割である。世界標準の物価目標の下では達成に向けた金融政策手段に関しては独立性が保障されているため政府に国債購入を強要される財政ファイナンスの懸念は起こりようがない。大量の国債買い入れを続けても終戦直後のような供給不足は生じないためハイパーインフレが起こる確率は 少ないと指摘している。伊藤隆敏氏は、すでに日銀は相当規模の国債を買い入れており、満期構成は違うものの、金額上は国債の新規発行額とほぼ同額を買い入れていると指摘し、財政ファインナンスの懸念を誘う規模との認識を示し、他に購入できるリスク資産があれば、国債だけ極端に買い入れ額を増やさないことが望ましいと述べている。 過去にインフレ目標達成の手段として日銀による長期国債の大量購入を主張していた伊藤は国債を買って市中に出回るお金がリスク資産に向かえば大きな意味があるが今は財政が悪すぎると否定的見解を示し無条件でどんどん国債を買えばよいという主張に対し私は組みすることができないと指摘しているドル買い資金の源泉は 財務大臣所管の外国為替資金特別会計であるが政府短期証券、マネタリーベースは3ヶ月間は増加する。しかし3ヶ月後には財務省は TB を償還するために金融市場で資金調達を行う必要があり、この時点でマネタリーベースの水準は元に戻ってしまう。このため実際は金融機関が日銀に保有しているリザーブ残高や マネタリーベース残高にターゲットを設け、それを財務省の介入に応じて変動させる方法で寄付払加を行った2012年12月時点での各政党の姿勢。ありがとうございます。